回の予想2週分なんですけど、ちょっと組み合わせ A と B 見えてるかな、あるんですけど、 A の方をちょっとそれなりのものが当たるまで変えずにずっと継続して、組み合わせ B を2週ごとにちょっと予想変えてってみようかなっていうふうに思います。よし、じゃあ早速ちょっと予想しようか。さあどうしよう、じゃあおっちゃんからいくよ。うん、そうだな、3 19。苦しそうだよ、茶色。27 でいきます。じゃあ私は過去のデータも今あるから ね、そう、何気にちょっとチラッと見たんだけど、こういうのでも見ると当たらないんだよね。ねえ、俺が言うなってね。OK 13。13いきました。23。38。前回おっちゃんの予想したやつとあんまり変わらんぞ。単純に真ん中だけ選びました。なるほど。いやでも何も言えんもんな。でしょう、やっぱチャイルもそうやって言っとるわ。うん、なのでとりあえず組み合わせ A は3 7 13 19 23 27 33 38にしました。で次組み合わせ B、 4つずつ選ぼうか。まあ結局適当なんだけど、5 18 26 6にします。はい、おっちゃん6、3連ちゃんになるね、次来るとき。来るときは来るよ、きっと。まあ、まあ確かにね。そうそうそう。じゃあね、おっちゃんは33。33。ジューシー。25。36。じゃあ組み合わせ B が5 6 14 18 25 26 33 36で一口ずつの継続回数2回。はい、これでやってみます。今度当たるかな、今度もか、ね、そう、今度はもうより当てましょう。もうこれ姉ちゃん頼みだよ。そういうプレッシャーはやめて。もう僕らダメだから全然。じゃあ、これの発表も2週後にしていきたいと思います。で2週後は今度組み合わせ B だけ変えていくっていう風で、しばらくこのスタイルでやっていきたいと思います。はい、あ、かわいいね。
じゃあそういうことで、じゃあまた2週間後に。はい。